アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトーンが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月2日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック第3節、リードエフォートエールズ対広島ホークスの一戦がまもなくキックオフされます。試合開始は14時40分キックオフ予定です。令和4年10月2日、大阪鶴見球技場に鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック第3節、リードエフォートエールズ対広島ホークスの一戦がまもなくキックオフとなります。ただいまフィールド中央にて両チームによる試合前のコイントスが行います。手前側ホーム側に陣取ります。本日カラーネイビーのユニフォームをまとっていますのがリードエフォートエールズ、奥がバックスタンド側に陣取っており、本日ホワイトのユニフォームを着用しておりますのが広島ホークスです。コイントスの選択権はまず前半エールズの方が選択する形になりました。広島キックオフ、リードエフォートエールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行います。これより広島のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは広島9番酒井、島根大学出身のプレイヤーです。対しましてエールズリターナーは4番と19番が入りました。4番は末光佐賀大学、4番リターナーは信弘、京都工芸繊維大学です。エールズリターン、4番がリターンします。これを広島13番がタックルしまして止めました。この時点からエールズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは画面向かって右から左にリードエフォートエールズが攻めます。エールズ自陣31ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック11番、プレッシャーありながら
攻撃が1回だけ開始点より後方より許されている前パスをワイドレシーバー21番に通しまして攻撃権更新といたしました。これによりフェールズ再び1回目の攻撃と入ります。リードへフェールズ見事なパスプレーによりまず最初のプレーで攻撃権更新と果たしました。エールズファーストダウン、ボールオンは自陣44ヤードからファーストダウン10、再び1回目の攻撃に入ります。これは広島ナイスです。今度は1点中央へのランプレーを展開しようとしましたエールズ、キャリア34番に託しましたが、しかしこれは広島のチャージによりまして約2ヤードロスとなりました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。託されましたキャリアのランニングバックは34番の八木、近畿大学出身のプレイヤーです。これによりましてエールズは2ヤード下がりましてセカンドダウン12となります。2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の前進距離、必要距離は12ヤード。クォーターバック11番スナップ乱れ、ボールをジャッグルしましたが自らカバー、そこからスクランブル急遽自ら発進しランプレーを展開しました。結果的に約9ヤードのゲインを果たしています。鮮やかなリカバリー見せましたのはクォーターバック11番の井原、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズサードダウン3回目の攻撃に入ります。ボールオン相手陣49ヤード攻撃権更新、必要距離は3ヤード。中央へのランプレーですが、しかしこれは広島ナイスディフェンス。キャリア34番の中央突破を広島51番が見事に対応してタックルして止めました。素晴らしい反応を見せましたのは広島51番の酒井、大阪体育大学出身。これによりエールズフォースダウン4回目の攻撃、最後の攻撃権に入ります。エールズここはフォーメーションを変えました。パントフォーメーション、パントにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。この時センターからのスナップが大きく乱れてしまいましたが、パンターは見事にリカバリし、むしろこのパントとし相手陣広島陣7ヤード地点でボールを止めました。この位置での攻守交代となります。リードイフォートエールズ、まず最初の攻撃シリーズは得点に結びつけれませんでしたが、結果的に陣地を大きく押し返す形になりました。広島攻撃権を得まして、今度は画面向かって左から右に広島が攻めます。広島自陣8ヤードからファーストダウン10、広島が1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ広島はまず中央へのランプレーを展開しました。託されましたランニングバックは味方ブロッカー、そして相手ディフェンスタックラーが集まる中5ヤード前進を果たしています。これにより広島自陣12ヤードからセカンドダウン5に入ります。2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。これはエールズナイスディフェンス。オプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに投げ渡すかのプレーによりここでランニングバックに託しました。キャリアは39番でしたが、しかしこれはエールズの55番5番のタックルによって約2ヤードロスとしています。見事な反応しましたのはエールズの55番の松本、摂南大学5番山下、近畿大学のコンビネーションでした。広島サードダウン7の状況になります。3回目の攻撃を残り7ヤード更新できるでしょうか。パス成功。さらに突破します。
ナイスラーファースター。クォーターバック3番、ここでパスプレー。それをワイドレシーバー1番が、9番が見事にキャッチ。さらにそこからキャッチアンドランで大きく減し、攻撃権更新といたしました。広島ファースター、見事なキャッチアンドラン決めたのは広島ホークス9番酒井、島根大学出身のプレイヤーです。さあ広島は自陣31ヤードに攻め上がりまして、ファーストダウン10に入ります。ナギバック21番、タックルされかけましたが見事にそれを振りほどき、約4ヤードのゲインと変えました。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクを審判団は取ります。アメリカンフットボールは熱中症対策と選手の危険性が感じられるときには事前にクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日は10月ではありますが、まだ残暑厳しいということもありまして、審判団の判断によりクォーターの半分でタイムアウトが取れました。先ほどのプレー、広島素晴らしいランを見せましたのはランニングバック21番の岩田、立教大学出身のプレイヤーでした。さあウォーターブレイクが解けまして試合再開となります。状況は広島自陣34ヤードからセカンドダウン7となっております。さあ試合再開します。広島セカンドダウン7。パス成功、ファースダー。クォーターバック3番、ここでワイドレシーバー1番へのヒッチパス。ヒッチパスは横への速い前パスプレーです。これを取りまして1番キャッチアンドラン、相手ディフェンスの隙間を縫って攻撃権更新、ファースダー。鮮やかなステップで相手攻撃権を更新しました広島ホークス。1番は1位、神戸大学出身のルーキープレイヤーです。さあこれにより広島ハーフウェイフィールド中央にまで戻しました。この位置からのファーストダウン10に入ります。広島ファーストダウン、パス不成功。ここで一気にクォーターバック3番ロングパスを投じました。ターゲット10番。しかしこれはエールズディフェンス陣守り厚く、パス不成功となっています。攻撃権1つ喪失となりまして、広島セカンドダウン次の攻撃に変わります。前パス失敗ですと元の地点に戻され、次の攻撃に戻ります。広島ハーフウェイからセカンドダウン10、2回目の攻撃に変わります。攻撃権更新には10ヤード、エンドゾーンまでは50ヤードの地点です。パス不成功。再びクォーターバック、ここでパスを投じましたが、しかしこれはディフェンス集まりよくパス不成功に終わりました。広島攻撃権1つ失い、サードダウン3回目の攻撃に入ります。広島ハーフウェイの地点にとどまっていますが、この位置からサードダウン10に入ります。攻撃権更新になるでしょうか。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しようとしました。キャリアは20番に託しました。しかしこれを
エールズ9番が見事に対応しまして、ゲイン2ヤードに留めています。素晴らしい反応をしましたのはエールズの9番ラインバッカーの四方、京都教育大学出身のプレイヤー。これにより広島フォースダウンの状況に追い込まれます。ここで広島フォーメーションを変えまして、こちらもパントフォーメーションを選択しました。このパントによりエールズリターン試みましたが、エールズ陣25ヤードでボールデッドとなりまして、この位置での攻守交代となります。双方とも最初のシリーズは共に攻撃を完結できずパントと終わりました。お互いにその初手を封じられた格好になりました。この優勝争う決戦、この2度目のお互いの攻防がどのような結果になるでしょうか。その兆しとなるプレーが今から始まります。エールズ自陣25ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ここでエールズまずランプレーを選択しました。キャリア24番、そして見事なステップで中央突破をし、攻撃権更新、ファーストランとしています。素晴らしいランを決めたのはエールズの24番小林、京都工芸繊維大学出身のルーキープレイヤー。エールズ自陣40ヤードの地点からファーストダウン10、1回目の攻撃に戻ります。陣地押し上がりまして、エンドゾーンまで残り60ヤード。さらにいきます、ナイスラン。今度はキャリア34番が素晴らしいランを合わせて見せました。相手タックル浴びながら、しかしそこからセカンドへ放送粘り込んで、相手陣深くに入り込んでの攻撃権更新、ファーストダウン。キャリア34番は八木、近畿大学出身のプレイヤーです。エールズこれによりまして相手陣28ヤードに入ってのファーストダウン点に入ります。ファンブル。幸いクォーターバック11番抑えましたが、しかし結果的に約5ヤードロスという形になりました。さあ、この初手のミス取り返せるでしょうか。エールズボールオンは相手陣33ヤードからセカンドダウン15、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は15ヤード。パス不成功。今度はクォーターバック11番プレイアクションパス、ランニングバックに渡すを見せかけてそこからのフェイクパスを投じました。クォーターバックターゲットは19番でしたが、しかしパスが浮いており、パス不成功に終わっています。ヘイルズ相手陣33ヤードからサードダウン15、攻撃権更新、必要距離15ヤード突破できるでしょうか。インターセプト、ここでクォーターバック11番パスを投じようとしましたが、プレッシャーを浴びながらそのパスを投じたところ、これを奪ったのは広島。広島がこのパスを奪うことによって攻撃権ダッシュしたとなりました。インターセプトにより攻守交代、ターンオーバー。
広島自陣28ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのプレー、ランニング枠20番、味方ブロックを生かしながらなだれ込むように約8ヤードのゲイン。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。広島自陣32ヤードからセカンドダウン2、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は2ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック3番、ここでワイドレシーバー83番、81番へホットパス、見事81番キャッチしまして攻撃権更新、ファースター。パスを投じましたクォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身。そして取りましたワイドレシーバー81番は田村、大阪産業大学出身です。広島相手陣入りまして、相手陣47ヤードからファーストダウン10。これはエールズナイスディフェンス。ここで広島はワイドレシーバー1枚のヒッチパスで横へ展開しようとしましたが、これをエールズ2番が素晴らしいチャージを決め、約3ヤードロスとしました。広島ハーフウェイからセカンドダウン13です。現在画面上の時計は0秒になっておりますが、フィールド上の時計は現在残っております。しかし間もなくその時間が通えようとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、リードエフォートエールズ0点、広島ホークス0点、両者無得点のまま第2クォーターに移ります。